早稲田図書館、北部図書館、三里市図書館は、埼玉県三里市にある、公立図書館の総称。三里市立図書館、三里市立早稲田図書館、三里市立北部図書館の三館と四つの図書室から、なる。三里市では、第四、三里市には三館の図書館と四室の図書室がある。図書室の管理は、財団法人三里市文化振興公社が、 指定管理者として行っている。市内の図書館、図書室の総資料点数は58万975点である。オーディオビジュアル資料については CD のみ取り扱っており、DVD やビデオは取り扱っていない。図書の貸し出し冊数と利用者数は1999年に最高を記録し、2007年まで減少を続けたが、オンライン蔵書検索をパックの導入や、 毎日市内のいずれかの図書館、図書室が開館するように休館日を調整したことで、2008年と2009年は前年の実績を上回った。読書の町さ里事業では、以下の9つの取り組みが行われる予定である。誰もが利用しやすい設備を用意するよう努めます。良質で多様な本の選書、収集を積極的に行います。 ヤングアダルトサービスを充実させます。障害のある子供のためのサービスを充実させます。日本語を母語としない子供のためのサービスを充実させます。リサイクル本を提供します。団体貸し出しを拡充します。図書館ネットワークの整備を行います。図書館及び学校間の本の配送を拡大します。鉄骨造り地上2階建て、延べ床面積424.57。 平方メートルであり、旧三里市役所庁舎を改装したものである。三里中央駅周辺が発展してきた影響で、利用者数が伸びている。3館で唯一、官報を扱っている。2014年6月1日に、郷土資料館と併設の新しい建物、三里市ワクワクライブラリーに移転した。新館では、自動貸し出し機、自動返却機などが設置されたほか、 ファリサ機能を搭載した携帯端末等を利用カードの代わりに使用できる。鉄筋コンクリート作り地上2階建て、延べ床面積1617.15平方メートルである。1994年から私立図書館、北部図書館と協力し、子供向けの読書案内、ブックトークを行っており、2009年に子供の読書活動優秀実践図書館に選定された。 鉄筋コンクリート作り地上2階建て、延べ床面積1662.42平方メートルである。日本テレビ放送網の番組、24時間テレビ、愛は地球を救うから寄贈された、読みとライトと呼ばれる、本を置くと、本に書かれている文字を読み上げる装置を設置している。三里市立図書館原子域では、彦成村と和稲田村にて1950年に、 埼玉県立図書館が移動図書館を開始したのが図書館事業の始まりであるが1969年4月に当時の三里町がプレハブ平屋建ての三里町図書室を設置した同館は三里町が施政を施行したことに伴って1972年5月3日に三里市図書室に改唱1973年12月1日に三里市立図書館が 現在地に開館した。一方で、埼玉県立図書館の移動図書館にも引き続き、頼っており、1984年2月28日まで、埼玉県立区域図書館から移動図書館が来訪していた。1987年9月1日には、和成田図書館が開館し、オンラインで私立図書館と結ばれた。1993年7月21日には、 北部図書館が開館した。2004年3月19日には、三里市図書館として、ホームページを開設、同年4月23日から、オンライン予約サービスを開始した。2009年4月23日、早稲田図書館が、子供の読書活動優秀実践図書館として、文部科学大臣表彰を受けた。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震では3月15日から3月26日まで全図書館、図書室が休館した。2012年に北部図書館が10代向けのヤングアダルトコーナーを設置した。私立図書館は瀬田図書館北部図書館。ありがとうございます。